はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。救済実況チャンネルへようこそ。救済系実況者のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんエンライトメントドラグーンというモンスター、これご存知でしょうか。これマジでかっこよくてさ、あの召喚ムービーもあるんですけど、イラストもかっこいいし神々しいし、あと融合召喚条件ジャッジメントプラスパニッシュメントという超ロマン砲だし、なんかかっこいいし、で、あロマン砲かと思いきやなんかフィールド墓地から1体ずつ除外すれば出せるから、なんかすげえ簡単だし、だから超出しやすいくて、なんかかっこよくて3000だってあっていいなって思うんですよね。だからこのモンスターを今日は、まあ、活躍させていきたい、まあ、活躍というか、まあ、出していきたいと思ってるんですけど、まあ、よくよく読んでいただくと分かるんですけど、このモンスター実は2番と3番はまあ強いんですけど、1番が結構やばい効果してるんですよね。2番はエンドフェイズにデッキの上からカード4枚墓地を送る、まあ強いよね。で3番目も相手を打開されたら、ジャッジメントかパニッシュメントを1体ずつ、召喚条件無視して手札に加えるか特殊ができるよみたいな方があって、まあ普通にまあ耐久能力が高いし、まあ言うて強いんですけど、まあ破壊だけしか対応してないから、まあ強くもねえか言うて、今この環境でだと除外とかねバンクスといっぱい飛んでくるからさ、まあ、フェードが払えた場合って書いてくれればよかったんだけど、これちょっとまあ3番も微妙だわ、そういう意味では。で1番が一番やばいんだよ。自分相手のターンに一度2000ライフポイントを払って発動できると。でこのカード以外のお互いのフィールド墓地のカード全部除外しますと。これパッと見強いじゃん、フィールド墓地のカード全部除外する、パッと見強いんだけど、これよく考えてほしいの、お互いのって書いてんじゃん。だからね、こう自分の墓地も自分のフィールドも全部除外しちゃうんだよね。それがやばくて、ライトロードってやっぱ墓地のリソースで結構戦うことが多くて、まあ、ティアラメンツが墓地落ちてるとかさ、で融合したりね、あとなんかその白雪が墓地落ちてるとか、ムドラケルドがいたりとか、なんかいろいろあるんだけど、墓地利用するギミックが、それをね全部除外しちゃうんだよね、このモンスターの効果使うと。これがやばくて、じゃあどうやってこのモンスターを活躍させればいいかって話なんですよ。まあ、やっぱこいつのこの一番の妨害だけでは相手止まんないんで、現代遊戯を基本的にはね、これまあ打ったところで、まあ、あの相手の手数が多すぎて全然こんなので余裕で突破されんですよ。なんで、まあ、これ以外にもまず妨害をいっぱい用意しなきゃいけないっていうのと、あとね、あれ除外された場合に効果を発動できるモンスターを入れるしかないんですよね。まあ、ネクロフェイスとか、あとまあ今回入れてる、カードはもう除外されたら特殊召喚できるカードをいっぱい入れてまして、例えばまあジャイアントレックスとか、シノビネグロとか、アルグールマズラとか、ヘルカイトプテラとか、これとか除外されたら特殊召喚できますみたいなもうさ無限に入れてまして、これを根こそぎ除外して、あゼラの天使もゼラの天使も根こそぎ除外して、ほんで、何特殊召喚した後に除外ゾーンにめっちゃカード溜まってっから、その後そのモンスターを使ってリンクスアイでゼロボロス出してぶん殴る、これです。これでこいつの打点がね3000しかないからワンキル取れないんだよね、この1番の効果使っても。なんでワンキル取るには打点上げるしかないから、なので、まあ、除外ゾーンからモンスターを呼び戻してリンクするっていう、これをちょっとねやっていきたいなと思ってますんで、はい早速ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。あー手札強そうだね、これ結構割とやれそうな反動はしてるな。ソーラーエクスチェンジ発動、ソーラーエクスチェンジによって、デーモンを送ってカードを2枚落として2枚ドロー、なるほど。言うてもドロー強くねえな。ペルレイの来るんならね、シェイレンの方がいいんですよね。ハウフニスとかいう、あでもこれあれか、手札に加えシェイレン加えたら確定有効、これそらそらそら強いな。シェイレン効果発動、特殊召喚、ハウフニスも少し食ってカードを3枚墓地送る、あ強いね、あ強いね強いね、いいね回り出したよ、回り出したんじゃないで、トリビカルマの効果、さあトリビカルマゲームから取り出すことってリサススタッフロスト系のカードを1枚手札に加えることができちゃうよ。さあこれによってどうすっかな、まあこれスクリームかなんかでいいか、スクリームによるアルティメットを、11枚加えしをお見せしましょう。キトカロスをとりあえず融合してもろってヒトカロス、そろそろ禁止になるとか言われてるからね、ぶっちゃけちょっと危ないからね、もうもはや。でキツラメンツキトカロスの効果発動してティアクシャ送るで2枚肥やす、はい2枚肥やしも入るから実質これ13枚肥やしなんだ、この動きすると。
ティアラメンツスクリーム発動で、キトカロス効果でキトカロス送る、ディアクシャ出すで5-3-5-3-3なんで、まあ、とりあえずここで11枚墓地送ったらさすがにね、ライトロード落ちるんですよ。さすがにね、さすがに11枚落ちてライトロードがその中にないなんていうことはないんですよね。自分ですよね、もちろん。はいはい、オッケー、よし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 、いいぞ。 UD ポーチャー、オッケー。でここ強制効果なんで、これチェーンチェーンにして、でチェーン3、ドラゴンライトロード、チェーン4はしなくてもいいか。でこれでパニッシュメント持ってきて、でライトロードビーストウルフが特殊召喚されて、でアーチャーフェリスが特殊召喚。 OK、 マジで楽しいな、ライトロード、ライトロードのこのギミックマジで楽しい。これ回してるときマジでね、ほんとね、マジで楽しいんだけどね、マジでね、みんなもね、あの使ってみてほしいね、ぜひね。でライトロードビースト、アテナミドルバの効果を発動して、デーモン、まだ効果使ってないな、デーモンのと、フェリスでいいか。はい、でフェリス効果と、デーモン効果発動して、ドラゴンブライトロード特殊召喚して、ほいでフェリス出て、でドラゴンブライトロード効果によってさらに墓地を肥やしていく。あまりにも強い。ぶん回ってな、マジこれがぶん回りってやつな、どんだけモンスター出る。でアムリターラのシンクロをさせてもろて、あれこれ俺サーチするカードあったっけ、サーチするカードあるかどうか問題だな、あるわ、大丈夫だ。でスタクロスの効果何やったっけこれ、あグリフか、あおいいね、グリフも、グリフもまあ言うて融合できるからいいね。でですね、アテラミネリバさんの効果発動しましょう。アテラミネリバさんの効果を発動して、除外する、はい、で出す、あーなるほどね。そしたらデストロー効果発動をレベル3にして特殊で重心クロバロネス、よしよし、ニビルケア、よしニビルケア、油圧ケア、うおでレベル8のモンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚、アンデルバンパイア、アンデルバンパイアの効果を発動、オーバーレイと1個使って、さあお互いに4枚ずつデッキトップ落とす、モンスター特殊召喚、なるほどなるほど、龍一ですね、まあ、これもったいねえな、なんかもったいないんだが、まあ、ちょっとヘルカイトプテラかなんか蘇生しとく、あんま何蘇生しても変わんねえこれ、結局ねなんかね全員の方が使わなきゃいけないんだよねこれ。ティアラメンシェイレンの効果発動する、ちょっとクラウンさん申し訳ないけどごめん、今ね君のね出る 枠がないの。枠がないんだ、枠がで、ティアラメンズルールカロス出る、オッケー、で一旦ドローしに行くか、でレベル42体でオーバーレイしてデュガレス出して、でデュガレス効果で2枚ドロー、ごめんね展開長くて申し訳ないね。はい、手札1枚捨てます、捨てるのは何でもいいか。でティアラメンズレイノハートの効果発動して、特殊召喚して送って、で、効果は起動しても意味がないはず。でレベル4のモンスターに対してオーバーレイしてミネルバしてこれ一回アポロウスするか、ちょっともうミネルバする意味もあんまねえわ。でこれでこうして、はい、でさらに、ライトロードデーモンバイスの効果を発動して、アーチャーフェリスを戻して、で特殊召喚、はい、でフェリス効果で出てくる、いかれてんだマジこのデッキ。でもうちょっとランク4する意味もないんでマスカレーラ出して、オッケー、でこれ最後の最後の締めいきますよ、皆さんお待ちかね、お待たせしたな、うおパレシメントドラグーンと
ジャッジメントラグーンをゲームから除外。あられろ、エンライトメントドラグーン。かっけえ、マジかっけえな、マジかっけえけどさ、お前なんでさ効果発動するときさフィールドと墓地全部除外すんの。自分のリソース全部持ってくるのマジやめろよ。マジイカれてるだろこいつの。もう全部持ってくんですよ。無毒落ちたし最強。エンライトメントドラグーンさん、これねマジでね、あのね、自分のカード除外するのだけマジやめてほしい。本当にやばっ。スタンバイフェイスに打てるカード多すぎる。スタンバイフェイスに打てるカード多すぎる件について無世界パライドスどうぞ。まあ、あとは妨害を当てる方法を間違わなければいけますよ。アプローサーでまあ実質4妨害、白雪いるんで実質4妨害でって言って俺は4妨害で、マスカレーナで1妨害45で、ルルカロス6、サリーク7、バレンス8、デンライトまで9妨害で、無毒色あるから10、11で白雪が12、12妨害先行、12妨害先行12妨害。ちょっとフェンリルだるいんで、フェンリル一回あの裏側にします。はい、魔法カードはもうちなみにあのマジでいらないんで除外してしまってよくて、で特殊召喚したいですよっていう効果を発動します。でこの効果の発動後に、フェンリルがうるせえって言ってくるんで、うるせえ黙れって言ってくるんで、まあ、これを黙らせて逆に、ああ、そうなんのか、やべえミスったやばやば、下手くそすぎるこれ違う妨害の当て方が下手くそすぎる件についてやばい、ちょっと白雪の効果チェーンになっちゃった、これ、ま、間違えちゃったやりましたねこれ完全に、あまりにも無駄すぎる白雪の蘇生でした、あまりに無駄すぎる、やばい、クソやぶさらした、まずい、ちょっと、あ、はい、あ、エクセル、はい、スクシャトリル入ってるタイプの、スネークアイデッキですか。これはじゃあ炎王入ってないパターンですかな、純スネかな、わかんないけど、アポロウサで向こうにするわ。とりあえずな、とりあえず一旦、あ、ザイガリオッケー、ザイガリオッケーです。ご順にどうぞ。ディアベルスターもまあ向こうにできるんで問題ないですね。でリトルナイトが行って、さらに白木があるんで、まあモンスター2体の攻撃は実質止めれるんで、まあ、大丈夫じゃないかなと思うんですけども。さあディアベルスターの効果が発動されて出てきて2500、いや大丈夫、あと2回モンスター効果もこんな残ってるし、で、スネークアイの効果発動する、はい、まあ、ウースタル止める、ルルカロスで止めてもいいね、ルルカロスで止める、でルルちゃんの効果発動して、スネークアイエクセル君の効果が無効になる、でこれでルルカロスはどっか行かなくても OK。 さあ殴ってくるかい、あ、何、あ、ディアベルスターか、 OK、 ディアベルスター特殊召喚 OK、了解で、ディアベルスターの効果発動、アポロウーサの無効にする、よし止まれ、もう動くな、もう何もすんなもう結構相手抗ってくんだよ。メインフェーズ終了前 OK、マスカルナ効果発動、リトルナイト、うわセイで、リトルナイトの効果を発動、リトルナイトの効果によって、ディアベルスターどこ行った、ディアベルスターちょっと土手選択肢、これディアベルスター、これ除外して、でバトルフェーズ入った瞬間に白雪出てきて、で白雪で裏側にする、はい、白雪効果、はいはい、はいはいはい、はいはい、もう言いません。さあこの辺の7枚を除外して、ちょっと一回後ろ向いてくれる、すまんな、寝ろ寝ろお前、よしメイツーよし来た行くぞ、エンライトメントドラグーンの効果を発動、すべてのリソースを、いやこれ先に戻してもいいか、やっぱ一応戻してもいいな、 やべえ時間がねえ、時間がねえぞ、時間がねえ、やばいぞ、ちょっと相手のリソースを戻しつつ、やつのリソースを戻しつつ、さらにムドラの効果も使いつつ、ちょっとやばい、時間がねえやべえガチで時間がねえ、マジ何を戻したらいいか分かんねえ、これにか分かんねえけど、とりあえず戻した、これで、全てが戻った、デッキ回復する、でリソースもなくなる、はい、
でさらにエンライトドラゴンの効果、すべてのカードをフィールドと墓地のカードをすべてゲームから除外。うおやばい、時間がない。除外された場合のアレグレマゼラ、ヘルカイトプテラ、シノミネクロ、ジャイアントレックスの効果を発動。ニューヨーク帰ってこいお前ら。これがしただけなんですよ、俺は。俺はこれがしたかっただけなんですよ。除外されるんだったら除外して強いモンスターを入れて全部除外してしまえばいいっていう、そういう話ね。そしてうおっ、4体のモンスターでリック召喚、現れろ、トモの実験、ゼロマロス、おっしゃいちまったゼロマロス、バトルフェイズ、いやシュー。1個言っていいか、絶対エンライトルでいらない。あー、手札まあまあいいね。これ G 食らったらどないしようって話なんだけど、ちなみにね、ちなみになんか G めっちゃありそうだな。ですね、まあ行くしかないですね。私もうこれ光の援軍2発ぶち込んでいくスタイルですから、私ね、はい、光の援軍を2発ぶち込みスタイルでやらしてもらってます。はい、でこれで光の援軍を爆発させまして、ヒカナイン軍の効果を発動し、これでデーモンバイスの相方を持ってこさせてもろて、何いるんでしょう今お家に。ああフェリスでいいか、こっちでいいのか。でビーストウルフの効果発動して、G が打たれて、まあ、こっからなんですよね、問題は。まあ、こっからなんですよ。G 打たれた時にどうするかっていうのがライトロードの、まあ、課題なんですけど、もう僕行くしかないんですよ。マジでも行くしかないんですよ、僕。僕は行くしかありません。行きましょう。ドラゴンオブライトロードの効果を発動。ドラゴンオブライトロードの効果によって、フェニスちゃんを僕に送って、フェニスちゃんの効果を発動。これマジで行くしかねえな。一発行くしかねえ。まず一旦ちょっと誘発打ってくれ、ここに。まず一旦な、それが打つな、もうなんか引くな。当てらみねえから効果通ったらかなりでかいから、ちなみに通んないよね、通んないんだよね、まあ通んないんだよね。あでもそう、裏らはいいか、裏らはそこに打ってくれたらでかい、かなり。ってことはもうこのターン裏ら飛んでこないでしょ。でけえな、これ非常にでかいと言っていいな。なるほど、ってことはこれストライクぶち込めるってことやな、つまり。これ行こう。でここでストライクぶち込んで2枚コストにして、あ抹殺きたわ、抹殺きたぞこれ。突っ張ったらデッキアウトできるかこれ、来たかこれ。ちょっと待って、エンライトメントドラクエマジ関係ないかもしんないけど、ちょっとやってみていい、チャレンジ企画やっていいですか。増殖する銃を撃たれた場合のライトロードの、展開方法っていうのをちょっと皆さんにねお見せしたいなというふうに思います。いきましょう。まずライトロードのモンスターをゲームから4枚除外することにより、墓地を4枚肥やし、そしてライトロードアーチャーフェリスと、いや強で、ティアラメンツクシャトリアの効果と、レイノハートの効果も使っていいですね。レイノハートの効果と、で、ここはいい。で、これで、さあ、ありえん展開入る。で、レイの、で、墓地送る、サリーク。で、ティアクシャ、墓地送る。で、フェリス、特殊。はい。で、レイノハート効果。サリーク効果。さこれによって、サリークによってシェイ持ってきて、で、レイノハートで融合。いいぞ、今のところ。今のところいいぞ。今のところ素晴らしいぞ。で、シェイ効果発動して、V セット飛んでくる？来ない？ガンマ、なるほどね。ガンマ、なるほどね。オッケー。了解です。オッケーオッケーオッケー。ガンマここでぶち込まれたってことは逆に言うと、エフェクト、無限包囲はもう飛んでこないと。
いうことっすね。一旦ランク4します。でミネレバ出します。でミネレバパイセンの効果使わせてもろて、ライロ切って送る3枚、はいはい。でスクリーム効果、クライム持ってくる。いやいいよ今のところ、今のところ意外と回ってはいる。ニビルケアができねえな。ニビルケアだけマジでやべえな。ニビルケアだけできねえんだよなこれ今。で白雪切るでしょ、で送るでしょ。トリビカリマは使えないのか、なるほど。石図とか落としちゃいけば、石図とかを落とさないと逆にいけないのか。ちょっと待ってくれ、オーバーレイするしかねえ。あっラッキオン、ハウフいるのでハウフ落としてもいいですね。でこれでティアラメンツキトカロスを出しに行くのもあり。で2枚ドロー1枚して、あー来た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 、これでケルド落ちたってことは、ケルドで戻してトリビカルまでサーチが入る。これで3枚戻しつつデッキを回復しつつ、でトリビカルマのサーチ先も確保していくスタイル。 OK。 でこれでスクリーム持ってくるでしょ。でスクリーム発動をしていいね、はい。でグリーフ発動、グリーフどっちだっけ、こっちか。ハウフ落とし融合、こっちか。でこれで融合する、ハウフデス効果、スクリーム効果、サロニール、なるほどね。キトカロ捨てないか、23枚。いやもう、いやいけると思うんだよなこれ。なんかいやこれちょっともうちょい頑張ったら多分いける。でゼラテン出しに行きます。誰ゼラテンって言ってなゼラテンって何言ってなるんだけど、ゼラテン出しに行く。でランク8めちゃくちゃ頑張って、これで4枚いくでしょ。4枚いく、21、26、15、いやいける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 。でゼラテン、これもうさ、ここでさ通った場合さ、これがもう相手デッキないんじゃね。でしかもさ白雪のさコストも結構溜まってるからさ、あードルイドブリムいらねえなこれ。ちょレッドアイズダークレスメタルかなんか蘇生しとくか。これダークレスメタルでドラゴン族モンスター蘇生しといてあげる。これデストルトとかいないっけまだ墓地に。であーやばい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 15枚、あこれ逆転するね、これでこれで逆転するね、はい。で、はい、なるほどね、これ逆転しますね。ってことはあとはデッキにもう全部カードないんで、ムドラで戻して手札抹殺をぶちかましてあげますね。ムドラ効果、さあドローできるカードがないとダメなんで、で、まあ、一応全部 B セットケアして、戻すカードは魔法カードにして、さあ全てのカードを戻ります。で、こんにちは。残りデッキ14枚ですね、先生。大丈夫ですか？マグラムート。なるほど。いいですよ。ご自由にどうぞ。初めてかもしれない、これ。初めて俺決めるかもしれない、手札抹殺。今期初の、ごめん、ちょっとたどろしくて、回し方が。さようなら！イエーイ！これなんか手数出なそうだなこのハンド。やっぱライトロードアーチャーフィリス君とライトロードビーストウォルフ君初手に絶対来ちゃうんだよね。まあ、こいつらやっぱいっぱい入れといた方がデッキから落ちる確率が上がって、強いは強いんですけど、やっぱ結局引いてもマジで仕事しないからさ、
せめて通常召喚できるようにしてほしかったよね。ああ、特殊召喚しかできないからさ、マジで終わってんだよな、それが。ソウルツー、はい、すいませんでした。ああ、これトイボックスから、これは楽園の音かのムーブに行けんのか。強いな、普通に。なるほどね。おもろいね。そうか、そうか、そうか。クエム持ってきて、カルテシア落として、トイタンクで蘇生とかできるのか。普通に強いな。でカルテシアと、クエムでグランギニョル。おー、なるほど、面白いね、その動き。グランギニョル効果、はい。で、スカルテットの効果、はい。グランギニョルの効果で、デッキから、光属性モンスターを墓地に落とすよという効果、あ、やばいな、クリスティアで落としてるぞ。なんだこいつ。なんかやばいことしようとしてねえか、これ。こいつ、何してんだ、これ。何がしてんの、アナコンダ。なるほど。パラエク、はい。はい。はい。あ、ゴーライテザボルグ、やべえ俺のエクストラが破壊されてしまう。まずい、ライトロードはエクストラを破壊されるとやばいぞ。人から相当してくれ。うわー、うわー、最悪、ライトロードモンスターたちが助けてー残ってるモンスターロックなやついねえよ。やばいって、ロックなやついないじゃん。なんだこの謎のデッキ、助けてくれ。クロックリザード、どういうことや。クロックリザードの効果発動、融合モンスターを戻して、融合するナチュラルエクストリオ、どういうこと、なに、なにだれ、だれ、プレゼンタープレンズベルティアラコンダの効果、楽融合墓地のことす、何、これで融合召喚を行うことができる。アリバスと光属性魔法使い族、何、深淵竜アルビオン、やべえぜこれは。もしかしてこれであれか、クリスティアがなんか蘇生される俺もしかしてこれクリスティアがなんか僕蘇生されます、これもしかしてハカラケアできてます、ナチュラルエクストリオで、ナチュラルエクストリオでハカラケアできてるのマジっすか、まあ、ないんですけどね、消えてないから。クリスティアはちなみに盤面に存在している状態だと、お互いにモンスターを特殊召喚することはできない。クロックリザードいるか、いるかバカタレ、うわぁだこのデッキ、なこのデッキ、うわモンスターを召喚、ば、待ってちょっと待って、これ何にも気が引かなくなったぞどういうことだコアミ、クソが、絶対許さん。